石燕の章、煉獄の叙事詩。どうにか全エーギルコーラ反皇帝派の動きを抑え込んだエーデルガルトは、闇にうごめく者の首魁タレスが姿を見せないのを不安に思いながらも軍を再編していった。再び勢いを盛り返した王国と中央教会の軍勢を叩き、この戦争を終わらせるべく帝国軍は動き出す。皆にはガルグマクに集結してもらったわけだけれど、いよいよ出陣するわ。よっしゃ、待ちくたびれたぜ。出陣、出陣だ。今回はレスターの名手クロードと連携して共同で王国へ向けて軍を進める。西側の戦線を無理に上げることはせず、東側から王都に攻め寄せるわ。ガルグマクから同盟領を北東に進み、ガラテア領に攻め入ることになります。今度こそしっかり終わらせたいですね。また急いで戻るとかごめんですよ。そうですね、早く面倒事が片付いてくれるといいんですけど。ええ、二度も同じ真似はさせないわ。その点は安心して。波動の果てまで突き進みましょう。皆の奮戦に期待するわ。いよいよ進軍開始か。俺たちにも声がかかってるってことは、どうやら本気で戦争を終わらせる気だな。ええ、そうですよ、ジェラルト殿。我々は王都を落とすまで止まりません。貴殿ら傭兵団も我々と共に進発予定です。よろしく頼みます。王都には少し因縁のある相手がいてな、俺もどうやら決着をつけなきゃならねえ時が来たようだ。もちろん用意は万全だよな。おい。もちろんだ、しっかり働かせてもらうよ。あんたらと肩を並べて戦えて俺も嬉しいよ。帝国の本軍が去ったおかげで西部の戦線は多少盛り返したようだな。けど肝心要のアリアンロッドには帝国の軍務卿が入っているんでしょ。攻略には骨が折れそうですし、そもそもそこにかかずらってる暇もないっつうか。とはいえここで足踏みをしていれば帝国の本軍が戻ってくるのではないか。メリセウスで起こった反乱はすでに鎮圧されたとの報が入っている。敵軍はすぐに西部に、いや東部から直接王国領に侵攻してくる可能性もある。ディミトリオ、提案があります。何でしょう、レア様。ガルグマクを奪還しましょう。それしか騎士改正の方法はありません。私がフォドラ全土の信徒に呼びかけます。主のためにあの地を取り戻すのだと。もしもガルグマクを陥落させられれば、帝国軍を牽制できるだけでなく、今は帝国に味方している同盟諸侯も考えを改めるかもしれません。レア様、お言葉ですが、それは。それに今のガルグマクには南方教会の司教がいるはずだ。彼を捕らえ正教会の主座にあるのが大司教であると認めさせれば、帝国内の信徒たちの皇帝への忠誠は間違いなく大きく揺らぐことだろう。今でこそ信仰も揺らぎつつありますが、アドラステアはセイロス正教会発祥の地、敬虔な信徒も多いはずです。彼らを味方にできれば状況も好転するのでは。
ゼンは急げと言います。すぐにでも皆に伝えなければ。ですがレア様、大修道院奪還はともかく信徒への呼びかけには同意できません。なぜです？私たちが呼びかければ信徒たちの心も一つに結束するはずです。そのようなことをして我々の狙いを明かせば相手に防備を固めさせるだけでしょう。敵の固めうる防備が集う信徒たちの力を上回っていると、そこまで帝国の勢いが増しているのか。ならばどうするつもりだ？東部の防衛をカロンやガラテアに任せ、我々はアリアンロッドへの大攻勢に出る。そのように見せかけておいて馬車を返して投進しましょう。投進ってことは煉獄の谷伝いにガルグマクを奇襲するってことですね。なるほど。西側から攻めると俺たちはアリアンロッドとガルグマクの帝国軍に攻撃されちまう可能性がありますか。わかりました。私に依存はありません。アリルからガルグマクまでの道案内は私たち教団の者に任せてください。大修道院は私たちにとって大切な聖地。主の名にかけて必ず取り返してみせます。ではこちらも陣容を整えておきます。レア様、セテス殿、頼みますよ。聞いてくれ。我が策を一つ披露しようかと。問題なく処理しておきますので。行きましょう。やったな。以上だ。
じっちり鍛えて差し上げます。よし、終わったな。ちっと待って、次の戦いでの活躍が楽しみね。なんとか終わった。まだ先がある。一人でやるより成果はあったな。まだまだ改善点があるな。今日はここまでだ。力をみっちり鍛えて差し上げます。これでの活躍を期待していますよ。私の指南は高くつくぞ。この力で俺は壁を越えてやる。こんな才能が眠っていたなんて。何かを掴んだ気がするよ。いい技を得た。感覚は悪くねえな。
この力、この力、力を得て困ることなどありません。日々の研鑽を怠るなよ。そうですね。いや、そんな、そのそうだな、できません。訓練でもするか。どうも。ああ、何の用だ。また来いよ。ちょっといいか。物資は軍の命、大切に使いましょうね。何にでも必ず使い道はあるはずです。調子はどうだ。あ、お疲れ様です。本日は異常なしであります。お願いします。あの、こちらです。ごきげんよう。よろしくお願いします。聞いてほしいんだ。あ、こちらです。あの話少し良いか。そうですね。お、なあ、空腹は一番の敵です。空腹は一番の敵です。まず、これ、あ、ありが、お腹が減ったらまた来て。空腹は一番の敵です。好物なんだ。お腹が減ったらまた来。空腹は一番の敵です。手順。わざわざ渡し、へえ。お腹が減ったら空腹は一番の敵です。お腹が減ったらまた。空腹は一番の敵です。
お腹が減ったらまた来て、空腹は一番の敵です。空腹は一番の敵です。おお、わざわざ。お腹が減ったらまた来てください。そうですな、どうですかな。いかがなさいましたか。少しいいかしら。そうか。つまり、お呼びでしょうか。いいかな。そうか、うん、なるほど。ああ、いや、始まるな。守りの戦ほど自分の番か。退屈なものはないな。見ていなさい。この劣勢だ。無茶するなよ。
の脱ぎ残酷。この砦は抜かせませんよ。残らず撃つ。作戦開始だね。よし、頼もしいわね。もっと羽にやってもいいのよ。そこはもう問題ないな。なかなか悪くない。あ、自分の番か。逃がさない。容赦はしない。さよ。はあ。死力を尽くす。どうやらここまでみたいね。予定ど、私の力見せ。俺に任せとけ。よし、片付けに。作戦行動に移る。うまくいったね。私たちも負けてはいられませんわ。必ず攻め落とす。攻め入るぞ。すっごい。制圧が完了したよ。見ていなさい。貴様、ただで済むと思うな。この結果どうかしら。まだまだ。そういうわけで、王国は大規模な軍を西方アリアンロッドに向けて進める構えだ。ええ、そのようですな。こちらでも情報は確認しています。しかし俺からするとどうにも気になる動きでね。ほう、偽装だと。とすると狙いは限られますが、例えばデアドラなどを帝国を差し置いて攻めるとはとても思えません。目標となりそうなのはガルグマクの他にはないのでは。まあそうなっちまうよな。もしそうなら俺たちはどう動く。あそこを落とされるわけにはいかないわ。防備の兵は増やさざるを得ないわね。だからといって王国に侵攻する兵力を減らすこともできない。総力戦よ。さすがは国力に余裕のある帝国の皇帝だ。同盟じゃそうはいかないんだがな。
まあいい。俺の推測を聞いてくれ。もし連中がガルグマクを攻めるなら、西側の経路は使わないだろう。アリアンロッドとガルグマクの帝国軍に挟まれて逆にやられちまう。とすれば、あいつらはどこから来るのか。ガルグマクの北、アリルの谷を通ってくると言いたいわけね。そう、図らずも俺たちが進軍しようとしている煉獄の谷、アリルさ。となればセイロス騎士団も総力を挙げて出陣するだろう。かなりの大軍になる。仮にそうだとして、貴殿はどう動きたいというのですかな。衝突を避けるため我々の進軍路を変更すると。いや、その逆さ。俺たちが協力して軍を動かせば、どっちにしろ王国には気づかれちまうだろう。ここはアリルでぶつかってやるんだ。アリルは巨大な谷とはいえ、所詮谷ですからな。地形も険しく、兵力に物を言わせた戦いはできない。兵数で劣る敵に利があります。相手は喜んで挑んでくるでしょうが、こちらが付き合ってやる意味がありますか。ああ、あまりにも優位に立とうとすると逆に痛い目を見ることもある。勝てるなら相手を同じ舞台に上げてやるってのが勝ち切る種だと思っていてね。それに俺は何より犠牲を減らしたいんだ。この一戦で決まるならその方がいい。それを言われると弱いわね。まあ私もその方針に異議はないけれど。ところでヒルダ殿、何か意見はありますか。ずっと思考を巡らせているようですが。私は何もないわよ。クロード君に頼まれて付き添いしてるだけだしね。でも早く決着がつけられるならその方がいいとは思うけど。